どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、先日クラウドファンディングの方で無事500万ですね、達成することができました。ありがとうございます。皆さんのおかげで目標達成することができました。達成した後にね、何をするのっていうのが皆さん気になる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、今話せる範囲でね、ちょっとね具体的にお話できたらいいかなと思うんですけども、もっともっとね、今度工事が始まって詳細が分かったら皆さんとまたね共有したり見ていただけたらいいかなと思いますので、まずは今日のね現時点でねお話しさせていただければと思います。すいません、日々私がちょっと使ってるものがいろいろ置いてあったりするんですけど、まあそれは一旦置いておいて、今度ですね、実はここと同じぐらいの広さの部屋が隣にもあって、その隣にもね大体同じぐらいの広さの部屋があって3つ続いてるんですよね。ジェットと明かりとかを連れてきたんだけども、ちょっと狭さを感じるっていうのと、あともう一つがトイレもちゃんとね、あの子たちはトイレでできてたんだけども、床が腐っちゃったりするかなっていう心配があって、それも含めて今回ね綺麗に広く取って、保護犬のトレーニング施設ということでね、ここを保護犬の子たちやうちのジェットとか明かりとかがねフラフラできるお部屋にしていけたらいいかなと思っております。今度はですね、トレーニングとかもいつもね私もどちらかっていうとこんな風にやってみてくださいっていうことが多かったと思うんですよね。でもここで今度取れるようになると結構な広さが取れるんじゃないかなと思っていて、実際にやったりとか、その中で何が起きるとか、そういったことも皆さんとね見ながら情報の共有もできていくんじゃないかなと思いますし、何より一番が人と一緒に暮らしていく中でマリーもルチルもそうですけど変わっていく姿っていうのを皆さんに見ていただけたらねいいんじゃないかなと思っております。実際にねどんな風に過ごしてるか見れるように、例えばこういうところ綺麗にしてカメラつけたりとか、室内からでもうまく撮れたりとか、あと今はちょっとね暗く感じたりすると思うんですけど、こういうのももっともっと明るくね室内も撮れるようにしたりとか、皆さんにより保護犬やトレーニングの情報が届くように、また私もね茨城の本当にごく一部の地域の情報を拾ってる形になりますので、茨城全体を把握できるようにしていきながら、さらにちゃんとね日本の動物事情ってどうなってるのっていうところまで調べていきながらですね、皆さんと一緒に改めて生き物と一緒にどんな風に接したらいいのということで、私たちと生き物ってどんな風にしていったらお互いに未来が明るくなっていくかなっていうのも一緒に考えていただきながら、本当にね人もワンちゃんも苦しい辛い思いする子たちがいなくなるようにね、本当にそこに極力近づけていきながらやっていきたいなと思っておりますので、そのためにはですね皆さんの応援協力拡散がこれからもっともっとね必要になるんじゃないかなって思っております。保護犬に対して辛い悲しいだけじゃなくって、どれだけ楽しく面白く世の中にこの子たちを受け入れてってもらえるかなっていうのが、これからの私のチャレンジ挑戦になってくるんじゃないかなって思っております。ぜひね皆さんの中にももしいいアイデア、もしくはこんなものが今の世の中必要なんじゃないか、磯崎さんならこんなことやれるんじゃないっていうことがもしあればね、コメントでいただければ、 YouTube のチャンネルの方もねまた新たにね動物たちと一緒に戯れながら本当にね再出発するぐらいの気持ちでいろいろ新しく始めていきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。